調子はどうでしょうか。そろそろ乃木坂カップ第4回始めようと思いますけど、調子いい人はドーピング上げてくれ。いい感じですね。まあ、とりあえず今日来た全てのレゲエバンがビッグアップ。そんでもってサウンドクラッシュには珍しく可愛いお姉ちゃんが乃木坂カップには多いなと思った男子は全員両手を挙げてくれ。間違いない、乃木坂カップは毎回可愛いお姉ちゃんもいっぱい来るサウンドクラッシュ。そんな感じで前回のサウンドクラッシュのあと地震とかもありましたけど、まあなんとか第4回大会今日バッチリ開催しますんで、楽しみたい人はもう一回ゴーフィンガーを見せてくれ。 OK。 じゃあサクサクっと始めますんで、とりあえず今日出てるサウンドをちょっと紹介します。まず最初にレペゼン熊本ブラックニンジャー。そう、皆さんもっと、そんでもってレペゼン西東京インターナショナル。そして大阪からゼロムーブメント。今日はこの3つのサウンドにバッチリこの試合してもらいたいと思いますんで、シミドロのこの試合が見たいやつはちょっと手を挙げて俺に見せてくれ。どんだけいいんだって。じゃあまあ軽く各サウンドに自己紹介してもらいたいんで、せっかくこんなスペースがあるんで各サウンド前に来て、こういう椅子とか使っちゃうのもサウンドクラッシュではポイント高めなんでね、気合いある人はこういうもの立ってバッチリアピールしてくださいって感じで、じゃあまず最初にレペゼン熊本のブラックニンジャー、ちょっと皆さんにちょっと自己紹介の方お願いします。ヤマビートスイッチさん、ドクタープロダクションミネ先生、そしてブーファイヤー、ありがとうございます。今夜はソンクラッシュ、はじめましての人も知ってる人もブラックニーダさんだと申します。ビートエヴァルマッシブ Anywhere in your home from、 どっから来ようと今夜のソンクラッシュ、今日各地に集まってくださった皆様方にリスペクト。今夜朝方までソンクラッシュ、可愛いお姉ちゃんもいっぱいいるし、ルーボーもいっぱいいるよ。がっつり俺らの殺しのショー楽しんでてください。アーライビーゴー。はい、今のがレペゼン熊本ブラックニンジャー。関東でもなんかいろいろ活動してるみたいで、ね、知ってる人もいっぱいいると思います。続きまして東京の西側から来ましたインターナショナルサウンド、自己紹介ちょっとお願いします。いや、皆さん調子どうですか。今日は乃木坂カップ最終ラウンドってことで、まあ地震とかあったんですけど、まあ本当に今日サウンドクラッシュ来てくれた本当にお客さんでビッグオフで、本当に今日のツリープロモーターめぐちゃんでもナポリスペ、本当にスイートドクタープロモーション、本当にカクタスのスタッフ、本当に今日遊びに来た本当にお客さんでビッグオフ、今日朝までリーサウンドクラッシュで楽しんでてください。プレス。はい、今喋ってたのが西東京代表インターナショナル。それもって次最後出てくるのが大阪選手から来たゼロムーブメント。皆さんに自己紹介お願いします。はじめまして、大阪は選手から来ましたゼロムーブメントです。よろしくお願いします。まあ誰もここに登ったり椅子を使わなかったって感じで、気合が足んねえよまあいいや、とりあえずくじ引きやってもらいましょう。サウンドクラッシュは順番かなり重要なんで、今宵のクラッシュの順番決めますんで、くじ引きを引いてもらいたいと思います。まあくじ引き引くじゃんけんをしようか。じゃあ前に来て、じゃんけんって決めればいいじゃんって俺も思うんだけど、一応メグさんの意向でくじ引きスタイルでいきますんで、とりあえずじゃあじゃんけんしてください。おい、はい、いいよ、もうやっちゃってやっちゃって、はい、一番最初よかった、はい、じゃあいいよ、好きな、ちょっと待って、ちょっと待って、スケスケだよメグさんこれ。じゃあ
こういう感じで適当に、はい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 、好きなの取って、まあ、はい、どれ、はい、決めよう、はい、はい、はい、開いて開いて、1番手は誰でしょうか、1番手誰、インターナショナル、はい、インターナショナル1番手、2番手は、2番手はブラックリンジャーで、3番手がゼロムーブメントってことで、今宵のサウンドブラッシュはインターナショナルが1発目やって、ブラックリンジャーが2発目やって、ゼロムーブメントが3発目にやるっていう流れでいきますんで、各サウンドの皆さんバッチリ頑張ってください。じゃあ1番目のサウンドが準備してる間にリール説明もしますんで、皆さんオケも変えてみましょうか、それだけじゃなくてもうちょっとなんかうっこいのかけてください。あ、そんなことで各サウンドの皆さん、このテーブルは君たちのために用意したテーブルだから、メグさんすげえ荷物置いてるけど、レコードとか CD とか、ね、置いてもらって構いませんので、ね、よっしゃー、1番目のサウンドが準備してる間に乃木坂ラップのルールを説明します。皆さんもっとの乃木坂ラップ、まず第1ラウンド、各サウンド5分ずつ、エニチームラウンドってことで、ダブルプレートはなし、市販の45のみで、まあ、CD でもセナトでも何使ってもらっても構いませんが、基本はダブルプレートなし、市販の45のみって感じで、5分ずつ各サウンドやってもらうのが第1ラウンド。続きまして第2ラウンド、バットマンチューンラウンドってことで、基本的に不良な攻撃的な曲を各サウンド10分ずつかけてください。ここのラウンドもダブプレートはなし、市販の音源のみって感じで、前回も言いましたけど、一応バットマンチューンラウンドってことなんで、あんまりわけわかんない曲かけると減点の対象になりますんで、基本セカンドラウンドはもう各サウンドにてめえ死ねだとか帰れとか、そういう感じでやっていただけるとクラッシュも盛り上がると思います。それをって第3ラウンド、ジャパニーズワンチームラウンドってことで、ダブプレートでも45でも OK、 日本語の曲を各サウンド1曲ずつかけてもらいます。1曲ずつで3ラウンド終わった時点で、ジャッジメント、いけてなかったサウンドが1個落ちるって感じで、大丈夫、いけてなかったサウンドが1個落ちます。ここのジャッジはあくまでも1ラウンド目、2ラウンド目、3ラウンド目とトータルでジャッジしてもらいますんで、準備中だけ盛り上げたからとかそういうのはなしで、3ラウンド目で1個落ちます。 OK、それでもって、じゃあ4ラウンド目に移ります。4ラウンド目は残りの2サウンド、順番は最初決まった順番のままで、その1サウンドを削った状態でやりますんで、順番は変わりません。4ラウンド目はギャルチューンラウンド、これは乃木坂カップ独自のルールってことで、ポッティキャットのメグさんが考案したギャルチューンラウンドってことで、今宵のサウンドクラッシュ、やっぱり女の子をマッシュアップさせなきゃ意味ねえだろうと、男だけで盛り上がってんじゃねえよということで、主催者のメグさんが考案したギャルチューンラウンド、各サウンド10分ずつ、ここのラウンドもダブプレートはなし、市販の音源のみで10分ずつかけてください。さっきも言いましたけど、ギャルチューンラウンド、平たく言えばジョグリンラウンドなんですけど、基本は今日来てるチアガールダンサーズだったり、ラウンドガール、可愛いお姉ちゃんをバッチリ踊らすラウンドなんで、その辺のね、ことはまあ頭に置いて、わけわかんない曲かけたら、もちろん欠点の対象になります。って感じで、ギャルチューンラウンド10分ずつやったら、最終ラウンド、チューフィチューンってことで、ダブプレート45、なんでも OK、リミックスでも OK、各サウンド、渾身のチューンを1曲ずつ交代でかけてもらいます。それを3ターンやったところで、最終ジャッジをして、第4回の乃木坂カップの、チャンピオンが決まるというわけですよ。理解できた人はどんだけいますか。ああ、いい感
じですね。今までで一番理解度が、いいって感じです。で、毎回恒例ですけど、チューフィチューとはというこのメグさんの特技から抜粋してきた嘘くさい説明しますんで、もっとも、チューフィチューとはサウンドが曲を1曲ずつかけ合い、客を盛り上げた方が勝者となる。相手がかけた曲に対してうまく返せたりすると、きちんと曲の内容を理解した客は盛り上がりを見せる。ただ面白い曲をかけるだけではなく、セレクト MC も含めてうまい返しができるかどうかまでが勝敗を分ける要因となるそうなんで、あくまでもこれはメグさんがどっかから抜粋してきたインチキ臭い説明なんですけど、間違いないでしょうか。間違いないね。チューフィチューってはそういうことなんで、皆さん、瞬発力で盛り上げても意味ないんで、曲と曲、リリックとリリックでバッチリぶつかってください。でもって5月12日がグランドチャンピオンシップってことで、第1回乃木坂カップチャンピオンレペゼン八王子のリックショットと、第2回チャンピオンエミネントルーラーレペゼン大阪で、第3回チャンピオンブレインボスフロム三重と、第4回今回の、チャンピオンが5月12日にグランドチャンピオンシップを行うって感じで、優勝した人には10万円もらいます。プラス10万円プラスドクタープロダクションから、ドクタープロダクションから、じゃあミックス CD 発売券の100万円の方が出るみたいなんで、ミックス CD 発売券、プレス代が全部プレスさん持ちって感じで、よろしいんでしょうか、本当に。はい、すごい。いいじゃないでしょうか。さすがホストサウンド、副賞としてムネさんのドクタープロダクションから急遽ミックス CD 発売券っていうのがなんか出るのらしいんで、自分たちの45だったりダブブレードのミックス CD を作って、ムネさんが1000枚ぐらいプレスしてくれます。1000枚ぐらいプレスするんで、あんた適当に売ってください、自分たちでね。あ、びっくり、ムネさん本当ありがとう、いつも無茶ぶりしてさすがだね、ムネさんがビッグマンだと思います。手を挙げてくれ。まあ、ムネさんも、またね、ユニティカップとかあるんだよね。ユニティカップ、9月に延期だったけど、ムネさんもユニティカップ出るし、皆さん応援してください。OK! じゃあそんな感じで、あ、忘れてた。この後は、乃木坂カップ恒例の、俺が一番盛り上がる時間、各ラウンド、ラウンドガールを用意してますんで、ラウンドガールのお嬢さんは準備をしてください。で、ラウンドガールに注意事項があるんですけど、毎回イエス&ミーはラウンド表をすぐ投げる。お前らのアピールタイムじゃないんだよ。ラウンドガールだからちゃんとラウンド表の紙は最後まで持たないと、ベグさんから後でお仕置きがありますんで、ラウンドガールの皆さんは注意してその辺ラウンド表をちゃんとアピールして踊りますように。 OK! チャンネルはそのまま。